ねえねえ、沼田市ってどんなとこ？あら、沼田？どうしました？あまり北部って行かないから気になってさ。沼田市、群馬県北部の中心都市さ。へえ、面積は3位なのか。水上、高崎に次いで。ちょっと思ったんですが。なんでしょう？沼田はだいぶ特殊な形してるよね。2005年の合併で H 型になったのさ。どこがどこだったん？左側が元々の沼田市で、真ん中あたりが白沢村、右側が利根村。なるほど。特徴的な形だよね。なんか桐生市みたいだな。いや、ちょっと似てるけど。ちなみに赤城山はどこら辺？だいたいここら辺ですよ。あ、近いのね。じゃあ、前橋みたいに冬は風が強いん？いや、そこまでではない。え、そうなの？前橋とかは赤城山からの吹き下ろしだから。あー、なるほどね。だから同じ群馬県民でも沼田から前橋に来ると何この風ってなるらしい。群馬全体が強風なのかと思ってた。地域でいろいろ違うのも面白いですな。ちょっと沼田市に興味湧いてきた。じゃあいっぱい魅力教えますぞ。あ、時間の関係もあるからとっておきをお一つ。それはすごく悩むな。じゃあ健康ランドがある。いや、そこ